あった、いつの間にこういうね、店があったのか。こう使えない感じか。あーすごっ、車が、お、開いてます。人がいますね。ここからね、音がするんですよね。やってないと思うんだけど、入り口が。ちょっとね、今日はグルメネタで行こうかなと思います。奈義町なんですけど、日本原駐屯地から、鳥取にね向かう道なんですけど、ちょっとね気になった、場所があるんですよね。自動販売機コーナーに24時間営業という場所なんですけど、一体どうなってんだと。ちょっとね廃墟感もあるんですけど、ちょっと今日はねここに行ってみようかなと思います。あった、いつの間にこういうね店があったのか。ちょっと周りをねぐるっと回ろうと思いますけど、ベンダーショップ、ラーメン、丼、あ、トイレが、ここ使えない感じか。あーすごっ、車が。レアな昔の車がいますね。で、今日はねここに行ってみようかなと思います。ちょっとね空いてなさそうな感じがする。開いてます。玄関が開かないな。すごいとこに入ってる。自転車がない、これちょっと無理ですね。やってんのかな。タバコもほぼ売り切れという、すごいフードワンダースティックやってます。僕は普通のですね。すごい、こういうのもあるんだ。買いますね。人の声が。あ、これが灰皿みたいな。声が聞こえるんですけど、人の。からね、音がするんですよね。やってないと思うんだけど、入り口が。確かにね、部屋の中から、隣の部屋から音が聞こえたんですけど、入る場所が
ないんですよね。前も封鎖されてて、で裏もないんですよ。なんか音聞こえるんですよね、声がね。何なんだろう。はい、というわけで今日はこれでね終わろうかなと思います。うどんとかラーメンあるんですけど、箸が一つしか、一膳しかないという状況で、で果たして出てくれということなのかわかんないですけど、でタバコもないと、ちょっとね不安要素の多い、レトロな場所ですけど、ちょっとね興味がある方はぜひ、ね、行ってみてください。はい、というわけで今日は終わろうかなと思います。ありがとうございました。それではまた。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。